新座料金所は埼玉県新座市にある関越自動車道の本線料金所である。一般レーンにおいては下り線では通行券を受け取り、上り線では通行料金を生産する。合併修士は行っていないため、上り線はこの先の大泉ジャンクションから東京外環自動車道方面へ向かう場合もう一度料金所を通らなければならない。 近くにこの料金所の様子を撮影するために NHK の情報カメラが設置されている。新座市では都営地下鉄大江戸線の延伸構想で東料金所付近に駅の設置が予定されていることから東料金所付近にスマートインターチェンジを設置し、持ってパークライドを推進する構想がある。設置形態としては下り線入り口及び上り線出口の ハーフインターチェンジが想定されている。古くは2005年12月の新座市議会にて公明党議員が新座料金所付近にシック設置を提案しており、日本共産党議員らからは約7億6800万円という費用、接続ルートとされた県道法や式線の渋滞、生活道路への影響などに鑑みて市長に問う。須田県事市長は、 勉強会を作ってじっくり腰を据えて検討したいと答弁していた。その後、長らく検討段階のままであったが、2015年3月に新座市が策定した地下鉄12号線の延伸実現に係る新駅周辺地区における街づくり構想にて、前述した具体的な構想が示された。2015年4月25日の第129回市長市政懇談会では、 スマートインターチェンジの開設に向けて国土交通省ネクスコ東日本と協議している。との回答があった。ありがとうございます。